はい、どうも皆さんこんばんは、オオカミさんでございます。ということで、前回ですね、これですねこれを作りました。前回なんだっけ、なんとかプール、なんとかプールを作りました。何プールだっけ、忘れちゃった。はい、で、CMOSのなんだっけ何も覚えてないな、お前って言われそうですけどね。でね、CMOS の、そう、アップグレードコンソールに、これだ。CMOS 振動モジュール。マーク3ですかね、今度はね。マーク3ですよ。相当潜りましたこれで、ね、見てください。わかんないんだっけ、これ。900メートルじゃなかったかな、確か。確か900メートルだったと思うんですけどね。めちゃめちゃ潜れるよね、900メートルってね。違ったっけ？あ、ほら、900メートルだよ。すごくない？すごいよね、900メートルってね。ルンルンじゃないこれ、もう。ちょっといきなりなんかダメージ受けていく。なんでダメージ受けてるのか謎だな、お前。なぜにダメージ？3番にしとこうか。もうとりあえず、あれは使わないんで。治ったの？あ、治った。一瞬で治った。じゃあちょっと今日は、深いとこ行ってみましょうか、深いとこ。ねえ。なんせ、900メートル行けるからね。すごいよね、900メートルね。ルビーがあったところ？ルビーのあったとこ行ってみましょうか。で、どこだっけ、あれ。ちょっと待って。ルビーがあったところは、17番、これだ。17番の、ポットの先ですね。17番ポットのさらに先。ちょっとその辺まで、試しに行ってみましょうか。これ電気ついてる？あ、ついてるね。いや、900メートルはすごいでしょ。ねえ。900メートルすごいと思うよ、多分。あ、これ17番だね。これ17番ですね。じゃあ、どんどん行きましょう。で、ここも越えて、なんかちょっと今日ラグいな。気のせいか。画面がなんかちょっとラグいぞ。ここも越えて、ずーっと行きましょう。どんどん行きましょう。うわ、すごい、あいつ動いてる。あいつが動くの初めて見た。こいつが反転するとこ初めて見たぞ、今。こいつ反転するんだね。ちゃんと動くんだね。しかも結構俊敏に動きましたね。結構俊敏だったぞ、お前。そんな動き方するんだ。知らなかった。なんかただ浮いてるだけのやつかと思ってましたけどね。そうじゃないみたいね。ちゃんとやっぱ生きてるんですね。どうやって反転したんだろうね、今ね。どうやって反転したのかは謎ですけどね。できればですね、またなんか新しい素材というか、なんか取りたいですね。でも、何が必要なのかとかよくわかってないんですけどね。で、前回は、この辺、探索して、どこ行った？こっちの方めっちゃ深いんだよね、これね。もうほら、もうこれで、200、300だもんね、これね。あ、もう300だもんね。だから前回は、これ以上深いとこ行けなかったんですけど、今回はいける。なんせ900メートル行きますからね。あ、なんかあるじゃん、なんかあるじゃん。え、違うのかこれ。あ、違うのか。何これ。なんか、こないだもこれ見たような気がするな。なんだっけこれ。取れるのこれ。取れた。ああ、でも、種か。別に種はいらないか。スキャンしよっか。ビビョン。こう。なんで光ってるんだろうね、こいつね。こいつなんで光ってるんだろう。すごいね。この辺多分知らないも、知らないもんがいっぱいあるんじゃないね。これとかも知らないんじゃないこれ。関係ないか。これ関係ないのか。関係ないみたいね。
とりあえずね、めちゃめちゃ暗いですね。ここに石ころがあるね。石ころ。ピカー。何石？石灰岩。ああ、チタニウムとか。普通じゃん。普通じゃないか。うわー、怖い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 。大きな声してる、大きな声してる。この辺の石とかは別に普通の石ですね。え、待って待って。脱出ポット17って一回行きましたね。17までね。これなんだろう。なんかのフラグメントが落ちている。なんだこれ。熱発電機のフラグメントは持ってるからもういらないね。とりあえず。いらない。いらないいらない。あ、タコがいる。あれタコでしょ今の。ワープしてきたの。タコなんかワープしてくるんだよね。そしてなんかミラクルな技を仕掛けてくる。仕掛けてくるんだよね、タコね。これなんだろう。なんだこれ。関係ないのか。これは塩かな。これ塩ですね。こんな深いところにも魚いるんですね。石英があるね。あれ脱出ポットの あれか。17、あ、17はさっき来たとこやん。17は通過してきたとこですね。ちなみに多分電池も持ってるんで、電池切れても大丈夫と。おお、300メートルだからね、もう今まで来れなかった場所ですよね、300メートルってね。なんか変わったもんないのかな。なんだか変わったもんないのかな。なんだこれはみたいなの、そういう発見はないんですかね。うわー深い、これ深いよ。行っちゃっていいのかな。まあ、900メートル潜れるからね。行けるでしょ。全然余裕で。うわー、深っ。4、5、6。うわ、めっちゃ深くない？これなんか。そこ見えるのかな？さすがに、900メートル以上あるのか？ありそうな雰囲気だね、なんかね。そこ見えないね。魚はいるけど、7。あ、なんかそこ見えないな、全然。生態的なデッドゾーン。知性だ、デッドゾーン。あ、そうなんだね。デッドゾーンなんだ。それ、行っちゃいけない系。おお、なんだ、ぶつかった、ぶつかった。うわ、なんかすごいのがいる、すごいのがいる。怖い、怖い、怖い。逃げろ、逃げろ。あいつなんか地面に潜ってた、なかった、今。地面に潜ってなかった、あいつ今。こっちは行っちゃダメなとこなのかな。なんかオーロラ号の向こう側も行っちゃいけないとこらしくて、死んじゃうんだよね、行くとね。めっちゃダメージ食らってね。500、あ、この辺からは普通ですね。この辺普通だね。こっから先は行っちゃいけない感じなのかな。ね。こっから先は行っちゃいけないのかな。この辺とかね、この辺深すぎるもんね、ちょっとね。深すぎるな。あれ17番、あれ17番か。ほう。いちいちぶつかってくるんだけどね、ぶつからないでほしいね。ちゃんと前見て泳いでほしいね。人のこと言えないんだけどさ。人のこと言えないですけどね。お前がぶつかってきてんだろうって言われそうだけど。痛いよ。あれなんか見たことないことない？これ。あ、見たことあるか。普通の石か。これ普通の石か。マップとかが見れればね、いいのにねって思うんだけど。こういう石英、なんかせっかくだからなんか取っていくか。石英とかね。4番。これ割っていくか。金とか。銀とか、金とか銀とか、チタニウムとか、ね。ルビーをもっと、ルビー欲しい。ルビーでもいっぱい取ってきたからな。もういらないか。これでもかっていうぐらいルビーは取ってきたんでね。あ、ここルビーあるじゃん。普通にあるじゃん。まあ、ルビーは別に、もういいか。なんか必要なのって言ったら、
建築に使うもので言うと、やっぱ石英とかガラス作るのにね、石英とかは割と結構、チタニウムも使うけど、チタニウムは結構いろんなところで手に入るんで、それよりも石英のが不足しがちかな。どっちかっていうと、これ火山、やばい、近づいと熱いかな、熱いかも。これ石英、違う、これ違うか、石英じゃないのか。ルビーめっちゃあるね。この辺の海域はルビーが、これ死んだとこじゃない？この間。この間死んだとこじゃん、ここ。この間、ね、そうだね。そう、地形的にそうだね。そうそう、ここくぐってきたもんだって、このアーチをね。そうだよ、この間ここで残念な結果に終わったんだよね、いつの間にかね。いつの間にか落とされちゃったんだよね、多分ね。300メートル下にね。あいだ、難かった。タコがいる。タコの音が怖いんだよね。変な音するから。ここ何？ここなんか、新たな穴が、穴発見。ルビーがある。そして、ルビーめっちゃあるね、この辺ね。ルビーの宝庫やな。ルビーめっちゃあるじゃん、ルビー。いや、まあまあ、ルビーそんないらないんで、言うてもそんないらない。ここに洞窟がある。ここ入っていけんのかな。なんかあるな、あの中に。入っていけんの、これ。穴もないか。でっかい石英があるだけか。でかい石英が、ちっちゃいのもあるな。ちっちゃいのもらってくるか。これもらってくるか。よいしょ。何これ。シークラウン。スキャン色？シークラウン。この辺はもうスキャン済み。よいしょ。はい、キャプテン帰ってきたよ。これに当たったら痛い？硬いこいつ。硬い。めっちゃ硬い。そこにも石英があるけど、これでかいやつ。ちっちゃいやつ。取れるやつか。よし。よしよしよし。あんまり効率良くないけどね、シーモスで取りに行く。痛い。シーモスで取りに行くのあんまり効率のいい話じゃないけど。まあでも、ついでだからね。ついでだからよしとしよう。ここにも穴開いてるね。ここにも穴開いてるじゃん。これで入っていこうっていうのがそもそも間違ってるかな。降りていった方がいいかな。石英を拾う。4番。うわぁ、めっちゃ恋してる。めっちゃ恋してるなぁ。この辺になんかいろいろあるけど、これはでも、銅とかか。これでかい？これでかいな。でかいのは取れないんだよね。磁鉄鋼とか欲しいかもね。磁鉄鋼取りに行くか。ねえ。取りに行くかって言ってどこにあるか分かんないんだけど。取りに行くかって言いながらもね、実はどこにあるかよく分かってないんだけど。塩とかはまあいらないかな。ここになんかある。あ、いた。ぶつかった。これでかくない？なんか。これでかいんじゃない？うわぁ、タコがいる、タコが。どっかから入れる。PDA 発見。PDA 発見。これ PDA でしょ。違うか。ダウンロード。痛い。ちょっとやめて。それでも降りていくんだ、俺は。それでも降りていくぜ。よっしゃ。サイクロプスの何とか出てたな、今。サイクロプス作れるようになるのかな。で、ちょっと待って、どっかから入れないの、これ中に。
いけなさそうだね。隙間はあるけど、あ、こっから普通に入れるじゃん。ちょっと待って、そっから入っていくか一回。どこだっけ、ここか。こっから普通に行けるじゃん、これ入れるでしょ。ああ、来た来た来た、入れた入れた。オッケーオッケー。この中は、ここは開かない。あ、開くんか。開かないのかと思った。開くんだ。よいしょ、開けていけ。あ、バチバチしてる。バチバチしてるけど、一応補給箱、水。で、あ、ここにも補給箱ある。補給箱2個もある。水。で、あ、こっちにもあるね。補給箱めっちゃあるじゃん。どうしたどうした、これ何、水。水だ。水が3つもあった。あ、こっちに行けるね。ガオガオ言ってるけど。ガオガオ。めっちゃガオガオ。あ、下に行ける。下に行けるぞ、これ。あれ？行けないの？行けるでしょ。行ったところでって感じ。行ったところでって感じ。うわ。あ、戻ってきた。戻ってきた、戻ってきた。ちょっと待って。一旦空気。一旦酸素。で、ぐるっと一周回ってきた感じですかね。こっち行ってみましょうか、じゃあ。あ、焼き切る系ありましたね。焼き切る系。水分摂取してください。ちょっと待って。焼き切っていこう。レーザーカッター。とりあえず焼き切っていこう。焼き切ってから水飲もうか。ね。焼き切ってから水飲んどこう。とりあえず。ん？電池切れる？あ、電池切れたわ。マジか。そんなことしてる間に、ちょっと一旦帰った方がいいかな。あ、魚入ってきた。一旦帰った方がいいかな。死ぬのがね、窒息死が、あ、ここにも、あ、こっから出てきたのか、さっき。あ、これも電池切れたの、マジか。これも電池切れたんかよ。電池切れんの早えな。全体的に。もう電池ないんじゃない ?100、0、あと1個しかない。あと1個しかないわ、電池が。あ、どっから来たんだっけ？あ、どこだっけ？あ、ここか。ちょ、待って。これ電池変えよう。よいしょ。で、こう行って、ここを焼き切ったので、ここ入っていこう。塞がれたドア。これ何？あ、もう一個あるじゃん。あ、なんこれ？なんこれ？あ、ブラウンス、クリップアームのフラグメント。なんそれ？なんだそりゃ。水で、データ回収。サイクロプスシールド発生装置。この辺は関係ないのか。これまたもう一個あるけど、2個あったんか、もともと。あ、これ作れるようになった、ひょっとして。ちょっと待って、一旦帰ろう。ここにもなんかあるけど、これ。塞がれたドア、焼き切る。焼き切らないよ、それ。焼き切った後やん、それ。焼き切った後だよ、それ。ちょっと待って、帰ろう。急いで帰ろう。ちょっと食い物が、食料なくなってきちゃったな。よいしょ。この電池が切れたらもう、ちょっと探索できませんね。アウトだな。もう一個ここに焼き切る系があるので、焼き切っていこう。焼き切れないじゃん。画面外に出ちゃってたからか、今。よっしゃ。これ今行ったら暑いのかな？暑い？
そうでもない。そうでもないかも。あ、広い。広いぞ。あ、ん？お？お？元に繋がってる？ひょっとして。いや、繋がってるわけじゃないか。これ開くんじゃない？開くわ、やっぱり。よいしょ。あ、外じゃん。外じゃないか。あ、マジか。外か。CMOS 光ってるから、あの辺か。ちょっと待って、CMOS、早く早く。CMOS、CMOS どこにいんの？光ってるけどね、この辺。あれ？ちょっと待って、CMOS がどこにいるのかわからない。CMOS どこにいるんだ？反対側か。こっち側か。やばいやばいやばい。あ、こん中か。はい、いた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 。いたいたいた、ちょ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 。窒息する窒息する。よし。行きましょうか。で、こっち、あ、でもこっちはでももう終わりか。なんかでも横に行く道があったね、今ね。こう行って、こう行って、ここに横に行く道がある。けど、なんか繋がってそうな気もする。ああ。こうなって、こうなって。これ最初のとこ？これ最初にいたとこじゃん。そうか、やっぱ繋がってんのか。これシーモスね。こう行って、これ1回目に行ったとここうですね。こう行って、よ、こう行って、ん？で、どこ行ったの？ 1 回目。1回目こっからどこに行ったんだ？謎。謎い謎い。ちょ待って待って。ちょ待って。ちょ待って。方向音痴だからね。方向音痴だからさ、なんせ。なんせ、キャプテン方向音痴だからね。こうでしょ？ここ入る。ここはもう行くところがないんで、ここに行くでしょ？とりあえず。で、ここはここでもう行くとこないのかな？あ、ここに降りてったのか。あ、ここに降りてったんだ。ここを降りました。前回ね。で、そこに入ってったんだね。そこに入ってったのか。こっちの方は何もないのかな。何にもなさげですね。何にもなさげだな。で、この間、さっきはここを行ったのか。で、こっちに行くとどうなの？外じゃん。こっち行ったら外なのか。ああね。あれ、じゃあ、ひょっとして終わりかな、もう。終わりっぽくない？なんか。こっから出てきたってことだよね。こっから出てきたということですね。で、こうでしょ。こうなって、あ、こっちとかも行けるよ。あ、これ行き止まりか。あ、行き止まりだ。こっちは？こうなってか。ああ、これでも、最初のとこか。あ、終わりかな？え、こっちに行ったら？ややこしい。ややこしすぎる。ここは行き止まりか。ここ行き止まり。こっち行くとまた、下から出てくる？あれ？ここどこだ？ここはどこだ？ん？ここにさっきのなんかアームがあったのかな。あ、これ開いてないね。水だ。あ、ここ通れる？ひょっとして。あ、こっから出てきたのか。こっから出てきたんだ。こっから出てきたけど、それ以上、あ、ちょっと待って、それ以上行けないのかな。どこにも。こう行って、こう行って、こう行って、
カロリー、あ、ご飯はね持ってないんだよな、残念ながら。ご飯持ってないんですよね。これ食えないだろうな。食えないよね、多分ね。ちょっとご飯ないから帰るか。あの、なんだっけ、ブラウンスーツのなんとかっていうのをが取れたんで、まあまあ良かったか。それは。ね、それは収穫だったかな。ということで、こっちか。こっち方面か。ちょっとあの、ちょっとCMOS壊れそうだけど、頑張って行きましょう。そこは。頑張って耐えて。誰かに攻撃されるかな。あ、ここにもなんか、じゃあ、このキノコ見たことあるね。このキノコ類見たことあるぞ。めっちゃ火花散ってるけど大丈夫かな。大丈夫じゃないか。42% だから、まあまあ、まだ半分ぐらいはあるってことだね。これ自分家か。あれ自分家だね。自分家に向かっていこう。このキノコは食えないのかな。ねえ。ここなんかちょいちょい光ってるんだけど。違うのか。地形が光ってるだけか。めっちゃ火花散ってるんだけど。めっちゃ火花すごいんだけど。直した方がいいかな。直すか。ちょっと。直しましょうか。3番で。怖いんだけどね、こういうところで直すの。よし。これで OK でしょ。100%。修理完了。持ち物的にはまだ持てるよね。魚取りたいとこだけど、シーモスに乗りながら魚取るのはちょっと難しいかな。さすがにね。こっちなんだよね。自分家これ。これ自分家。もうそんなに遠くないんで、600メートルでしょ。まあもう間もなく着くね。ザバーン。やっぱCMOSって便利だよね。CMOS便利だわ、やっぱり。これ3代目だけどね、CMOS ね。CMOS マーク3だけどね、これ。すでに2台壊しちゃったからね、もうすでにね。ちょっと魚をどっかで止めて、お魚取って帰ろうかな。まあでもいいか、とりあえず一旦帰るか。うち帰ったらとりあえず食べるものはあるからね。あ、来た、帰ってきた。ドッグ。これドッグか。違うな。違うな。どこだ。あ、これか。これだ。これ自動的にこういう向きになるんですね。はい、ただいま。ただこれ、自分ちょっと繋がってないんで、こう、一旦外に出ないといけないっていうね。はい、ただいまです。まあ、ご飯はここにいっぱい入ってるんで、魚が。二つぐらい焼けばいけるでしょ。なんかいろいろ増えたかもね。作れるものが。むしゃり。よし、じゃあちょっと、今回はこの辺にしといて、明日何取ってきたかまたちょっと見てみましょうかね。はい。ということで、じゃあご視聴ありがとうございました。オオカミさんでございました。またね。